5月15日のドリッターズコラボで登場した織田信長を紹介。計略は式7で、味方の武力が4上がり、鉄砲のリロード速度が上がる。戦国大戦でいうところの3段1のような計略。 11.2 カウント前後、武力上昇値の低さの割には効果時間はそこそこくらいやから、活躍させるならリロード短縮を生かした鉄砲の美化鉄砲ターンになる感じやね。ちなみに戦国大戦ではたくさんいた織田信長も、英傑大戦ではこれが2枚目。フリー素材の座は今作では完全に土方に譲った感じやったね。私はあなたを守る。東条五色の力、結集させよ。ほんじゃまバーッといってみよう。終わらせるわけには。次へさせぬ。みんな流派発動。三の方、するわけには。放て！次へさせぬ。前期あなたを守る。危ない危ない。
終わらせるわけには。ほらほら、続け超紫龍がこの戦を切り開かん。流派発動、二の型君は私たちが知りたいことを教えてくれるか。流派発動、三の型うつけが次へさせぬ。今回は2試合やるよ。私が伝軍と続将にはならん。放て！剣さんに終わりはない。剣さんに終わりはない。
1の型。いくよ。オンジャマバーっていってみよう。ほらほら、俺の速さついてこられるか。流派発動。三の型。放て。あまたの英傑に打ち勝ち、武の頂へ。城の戦、とくと見るがいい。私はあなたを守る。放て。いくよ。ま、なんとかなるでしょう。放て。ご視聴ありがとうございました。